福島大学お願いします。どうも、大学障害チャンネルを運営しているセシミンです。今日は福島大学について解説します。この大学、国立大学なんですけれども、文系色の強い大学でして、理工学部、農学部は2000年代に入ってから新設された学部になります。今回の動画の流れといたしまして、最初に詳細情報を解説した上で、後ほど評判について解説します。まずは詳細情報、目次はこんな感じ、いつも通りですね。一つ一つ見ていきましょう。一つ目、基本情報といたしまして、所在地福島県福島市となっています。設立年は1949年と、大学の新制度が導入された年なので、この年に設立された大学非常に多いです。学群としてはこんな感じですね。こちらのちょうど学費偏差値等を見ていきましょう。学生数としては4000名ちょっとと、中規模な大学となっています。2つ目、学費について。学費はだいたい81万円ちょっとですね。国立大学なのでこれで固定です。入学料は初年度しかかからないので、2年目以降は約54万円のみとなってきます。3つ目、偏差値について。偏差値はだいたい45から55ですね。偏差値ランキングで言うと、全767大学中208、国公立178大学中133位と、上位 30% に入っている大学なので、比較的レベルは高い方だなという印象です。4つ目、有名人について。有名人は合計で29名います。こちら一部抜粋を載せています。スポーツ選手、アナウンサー、政治家など幅広い業界で活躍されてますね。5つ目、就職実績について。就職実績として公開されているのは、業種別就職割合と主な就職先です。業種別就職割合については、こんな感じで公開されておりまして、主な就職先についてはこんな感じで、学部別、業種別に具体的な企業名とその人数が公開されています。これね、非常に詳しく公開されていますね。就職実績についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの URL からご覧ください。こちらの URL は概要欄に載せておきます。就職実績全体を通して見た感想といたしましては、やっぱり国立大学なので、地元の就職にはかなり強いです。福島県外での就職についても、まあまあ強くてですね、基本的に学歴フィルターにはかからないと思っていただいて大丈夫です。次に、福島大学の評判について解説します。目次はこんな感じです。こちら一つ一つ見ていきましょう。1つ目、静かな場所にある大学と。こちら周辺マップを載せています。これに関してはね、言うまでもないかなと思うんですけれども、一応ね、駅が近いんですよ。なのでね、静かな場所とは言いつつもアクセスはいいですね。2つ目、自然が豊かと。こちらキャンパスマップを載せています。結構ね、キャンパス内に緑が多いんですよ。なので植物が好きな方には結構おすすめの大学ですね。3つ目、福島県ではエリートと。これは地方国立大学あるあるなんですけれども、地方って一つの県に一つしか国立大学がないケース非常に多いんですよ。なので地元ではそこの大学出身というだけでかなりエリート扱いをされますね。これに関しては僕も地方国立大学出身なので実体験でもあります。はい、この動画では福島大学について解説しました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。次回は近畿大学について解説します。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。